強制。ジョースターさん、ジョースケ、おっせえな、二人とも。何かトラブルがあったのか。ただいま、戻ってきたよ。ジョースターさん！それに、ジョニーだ。こいつはスローダンサー。帰ってきたっす。ジョースケ！遺体をバッチリゲットしてきたっすよ。それに、仲間も増えたぜ。歓迎するぜ。ここは俺たちの町に似てるような気がする。おい、ヤスホはどこにいるんだよ。知らない。お前が勝手に言ってるだけだ。なに？よし、それじゃあ早速遺体を確認するぜ。ジョースターさんが両眼部、ジョセフが両耳部、ジョータロウが胴体部、ジョースケが左腕部、ジョルノが頭部、ジョリーンが右腕部で、ジョニーと帽子をかぶったジョースケが。僕は両脚部だ。俺は心臓部。遺体の部位はこれで8個集まった。だが最後の1個はどこだ？おかしいな。遺体の光が導いてくれねえのはどういうこった？スピードワゴンさん、今思えば異変の影響を受けたブチャラティやフーゴたちが逃げるとき、彼らも聖なる遺体の光に包まれて消えていった。それがその最後の一個と関係があるのでは。揃ったりジョースターの血族だむ。遺体集めにご苦労なことよな。だが貴様らが全ての遺体を目にすることは決してない。人体の中心、最も重要な部分、脊椎部をあのお方がすでに身につけておられるのだから。なんだと？お前らはここで皆殺しとなり、遺体を奪われる運命じゃが、あのお方のお手を煩わせるまでもないわ。ケチャー！ギリギリ！ジョースターども浅ましく抵抗しよって。じゃがわしのそもそもの役目は果たせたわ。しかと確認いたしましたぞ。ジョースターどもは遺体をすでに8個集めておりますぞ。何なんだあのばあさん。誰に呼びかけていたんだ。おお、地震か。いや、地震じゃない。僕にはもう分かった。こ
この感覚は。なんだかわからないけど、急に冷や汗が出てきたわ。心に食い込むようなこの圧迫感、このどす黒い感覚。何？これは。この気配はまさか。だが痛いは害悪なるものを弾き飛ばそうとする。だが同時に痛いは痛いと出会いたがっている。お前たちの持つ痛いが私の持つ脊椎部と反応してこの基本世界まで引き寄せてくれたのだ。やれやれだ。この目で見るまでは信じたくなかったぜ。ディオ！奴を倒せばジャイロが帰ってくる。行くぞ！アクト4！ それがバレンタインを追い詰めたエネルギーか？無駄！ゴールドエクスペリエンスレクイエム。お前が真実に到達することは決してない。スタープラッシュ、オラー。何生ちょろいぞ。無駄。何が起こったのだ。レクイエムが通用しないなんて。アクト4が当たったのになぜ平然としていられるんだ。スタープラチナは確かに奴の頭を砕いたはず。吸血鬼の再生ともザ・ワールドの時間停止とも全く異なる能力。この基本世界ではジョースターどもが私を倒したと聞いていたが、その程度のスタンドでは話にならんわ。これは遺体は遺体を求めて引き合う。お前たちの集めた遺体が脊椎部ごとこのディオを引き寄せてくれた。そして今度は脊椎部がお前たちの遺体を引き寄せる番よ。いい心持ちだぞ、ジョースターの血族ども。我が真実の前にひれ伏すない。まずいぞ、あのモヤに触れるのは危険だ。なあ、遺体が一つ足りん。やはり空城城太郎、この世界でも奴を始末せねばならんようだ。エンヤバ、我が影響下にある手駒どもを呼び寄せろ。遺体は遺体と惹かれ合う。奴らに聖なる遺体の部位を与えて城太郎たちを追わせるのだ。仰せの通りに。城太郎の持つ遺体は
ジョースターどもにとって最後の希望、それを奪い取り、奴らを絶望の淵に沈めた上で、この基本世界から消滅させてやる。我がスタンド、ザ・ワールド、オーバーヘブンでな。